演武開演。どうも、本日はじゃ伊藤園の産地別お茶飲み比べの中というものをいただきましたので、この中からこちらの静岡県産のお茶を飲みたいと思います。お茶といったらやっぱりまず真っ先に来るのは静岡ですよね。いつか行ってみたいな。から開けるの、何で逆さまに開ける、逆さまにして開けるんだろう。これも何かのこだわりかな。お茶っ葉ですね。というわけで、まずはこれにこちらに移し替えたいと思います。試合終わりました。そしてこれを閉じて、お湯を注ぐ。では出来上がるまでお待ちください。出来上がりました。なので早速飲んでみたいと思います。我こそは緑茶って味ですね。まろやかな中にも緑茶としてのしっかりとした渋みがあって、それが旨味になっていてとっても美味しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。